ライブが1月31日水曜日、2月1日木曜日マリンメッセ福岡、2月7日水曜日8日木曜日大阪城ホールにて、アイブザ 1ST ワールドツアー昭和アットアイハブインジャパン追加公演を開催した。アイブ初となる単独ワールドツアー、アイブザ 1ST ワールドツアー昭和アットアイハブは、10月7日土曜日、8日日曜日に3室、読み方チャムシル室内体育館での韓国ソウル公演からスタートし、アジア各国、アメリカ、ヨーロッパ各国、南米など全19カ国27都市を巡る大規模ワールドツアー。日本公演は昨年11月15日水曜日、16日木曜日に K アリーナ横浜で開催されたが、チケットが一般発売後に即日完売。追加公演である福岡公演と大阪公演も8席まで全て完売し、ワールドツアーの日本公演は全6公演で約7万8000人を動員した。またアイブは1月19日金曜日には初の英語シングル「オールナイト」をリリースし、アメリカの人気女性ラッパーサウィーティーとコラボレーションも果たした。撮影、田中翔太郎写真事務所、アイブザ 1ST ワールドツアー、昭和アット、アイハブインジャパン2023年11月15日、水曜日17時開場、18時30分開演、K アリーナ横浜2023年11月16日、木曜日17時開場、18時30分開演、K アリーナ横浜2024年1月31日、水曜日17時開場、18時30分、開演マリンメッセ福岡 A 館2024年2月1日、木曜日17時開場、18時30分、開演マリンメッセ福岡 A 館2024年2月7日、水曜日17時開場、18時30分、開演大阪城ホール2024年2月8日、木曜日17時開場、18時30分開演大阪城ホール。